ストレッチのコーナーでございます。今日もお元気でお目覚めでしょうか、ね、素敵な日曜日の朝でございます。真夏の日曜日の朝でございますね。皆様いかがお過ごしでしょうか。お待たせしました。さあお待たせしました。さあではですね、早速ありがとうストレッチさん、今日もねやっていきましょう。どうやってやって、これはい、少々お待ちください。おできますね。はい、ありがとうございます。あ、花さんおはようございます。今日もありがとうございます。お待たせいたしました。やっていきましょう。あの連日で、まあ、シスター本当に充実した毎日で、おかげさまでもう睡眠時間が短いでございます。おかげさまで。今日はねちょっと長かった、5時間取れました。よかったです。はい、では両方の足をお伸ばしいただいて、あ、千代子さんおはようございます。やっていきましょう。はい、では足を伸ばしていただいて、はい、両方の手前です。どうぞ。いやもうね、ボディさんもちょっとこれあれですね、まあノッパ歩くはございません。つうか大丈夫です、大丈夫です。髪の毛が大丈夫でしょうか。はい、ではお膝の下はどうでしょうか。お膝の下の感じ、ももの感じ覚えておいていただいて抜けます。暑いですね、本当にね、夏ですね、真夏が来ましたね。私は嬉しいですけどね、真夏大好き。はい、ではもう汗だくになるけどね、朝から汗だくですけど、真夏は大好きでございますので大丈夫です。はい、では指を横に開いて縦にぐいぐい動かすのから、で、愛してる、大好き、ありがとうの言葉2回ね言っていただくと8カウント、それを、言いながら、良い言葉をボディに投げかけながら行うありがとうストレッチですよ。はい、では行きましょう。横に開いて縦に振るところから行きましょう。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、お隣の指に移動。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、お隣の指に移動。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、お隣の指、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、では指をぐさっと刺します。足の甲をお持ちいただいて、足先をねじります。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、笑顔でね、愛してる、大好き、ナイス。はい、では足の甲をですね、下の方をつかみになってねじりを入れてきますよ。足先ねじり、せーの、愛してる、大好き、声出してね、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、くるぶしを持って足を振ります。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、上下、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、回します。せーの、愛してる、大好き、肘を大きく回してね、愛してる、ちょっとこれで上半身もほぐしてますよ。反対回し、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では指を取ります。足を振ります。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、上下、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、足だけ振り、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、左右、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、では足を伸ばします。ん、伸ばしていいの？伸ばしません、畳みます。右足さんを畳んで、足の、あのふくらはぎさんも見ます。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、笑顔でね、愛してる、大好き、ナイス。はい、でお膝のちょっと上の結界さんというところがございます。そこを体重のけてほぐします。せーの、愛してる、大好き、ちょっと痛いとこ、ありがとう、痛いです。愛してる、痛くて合ってます、ありがとう。
はい、じゃあももの内側さんです。体重乗っけてぐいぐいほぐします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、いてててナイス。はい、では両方のお膝さんを立てて足をひっくり返します。ふくらはぎ外側さんです。ぐいぐいほぐします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では右足を立てます。はい、ふくらはぎ外側、下側、親指さんでも揉みます。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、お膝の下です。グーでグイグイほぐします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、お膝のちょっと上、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、お膝周り、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、ではももさんの後ろ側を指でぐさっと、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、ももの内側さん、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔で。はい、もも外側さん、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、ではこの足さんを伸ばしません。膝の裏です。フェイントたまにフェイントきますよ。膝の裏さん、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、膝下をブラブラしますよ。肩はね、力抜いて、あれ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、手の位置ちょっと下にずらして、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ワンモアワンモアちょっと下にずらします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、ではこの足さんを伸ばします。ももの上さんをですね、肘で動かします。あれは手でもいいです。せーの、愛してる、痛い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 愛してる、痛い、え、なぜか痛いですね。ワンモア、愛してる、大好き、ありがとう、え、何したんでしょうか。愛してる、大好き、ありがとう、え、はい、お膝つま先内側、もも外です。せーの、愛してる、大、なんかしたかな昨日。はい、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、ワンモア、愛してる、大、あのね、毎日やってると微差に気づけるんですよ。微差に気づく力が重要。昨日との違いを知る。なんかいいなとか、なんかちょっと昨日より痛いなとかね、こういうこと重要ですよ。はい、では左のくるぶしさんを乗っけます。で、くるぶしさんで足しごきます。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔で、わもあいた、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、ではこの足を下ろします。はい、右足さんを畳みます。背筋を伸ばして右の腰です。ぐっと体重乗っけてぐいぐい動かします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、笑顔でね。愛してる、大好き、なあ、あ、ワンモイド、はい、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、背筋を伸ばして右の腰さん、骨盤転がし、左の手さんを左のお膝さんの外に置きます。で、右手さんはお尻ペタで、この骨盤を大きく転がします。後ろは前行きましょう。後ろから、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、声出して、愛してる、大好き、盛大に、はい、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、背筋を伸ばして、左手さんを左の腰の横、右手さん腰、腰で腰をねじります。骨盤ねじり、背筋を伸ばして、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、大好き、笑顔で、わもいた、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、右足終了。では頭の上で丸。はい、では皆さんご一緒にいいです、お願いします。せーの、いいです。ありがとうございます。ナイス。
はい、では足を伸ばしてチェックタイム。右足さんが伸びたでしょうか。私はかかとの位置が5センチぐらい伸びております。はい、では行きましょう。はい、いいです。はい、はい、反対側ちょっとね、まだ高いです。はい、ではちょっと休憩、水分とってください。いや、微差力っていうね、微差力っていう本があるんですよ。その本がね、いいですぜひ検索してください。微差力、微差に気づく力を持つ、それそれ重要。シスさん、昨日ね、昨日土曜日さん、土曜の朝もありがとうストレッチさんさせていただいて、今日もね、させていただいてて、ちょっと違うなと思うのは、今日の方が動いてるね。やっぱりこれは睡眠時間が5時間になったからかなと思って。やっぱね、4時間台はちょっときついね。ということが分かりました。うん。いいです。連日 4.5 時間ぐらい、ね、最近なってますけれども、全然いいですよ。ノープロブレム。さあ、皆様、今日のご自分のボディの気づきはいかがでしょうかね。ボディさんもね、気づいてもらえた方が嬉しいと思うんだよね。髪の毛切ったのに全く気づいてくださらない旦那様みたいな、寂しいじゃん。それよりは気づいてあげる、ボディさんの声を聞く、微差力、そうなんですよ、花子さん、花さん、そういうことです。微差力に、微差力がね、あのを得られると本当に楽しいですよ、毎日が。で、毎日ずっと一緒だって思っちゃうじゃん、なんか一緒、変わり映えしないわみたいな。そうじゃないんですよ、結構変わってんですよ、ちょっとずつ。ちょっとずつ変化していくっていうことが分かると、ああやろうみたいなね、こういうストレッチとかね、続けようみたいな気になるじゃないですか。そういう微差力、自分で気づく、全然変わんないんじゃないんですよ、結構変わってんの、ちょっとずつね。はい、それでは左足さん行ってみよう。おー、もうなんだろう、変わっていく自分も信じる、ボディさんもね、変わっていきます。はい、左足さん、ほんと変わっていくんですよ、人ってね。あ、でも、あの、自分で気づくと変わっていくね、ほっといたら変わっていかないね、自分で気づく。クーラーの中でやります。いいですよ、クーラーの中でやってください。シスターも扇風機さんが今動いております。では右足さんの上に左足さんを乗せて、もうクーラーさんね、お使いになっていきましょう。こんだけ真夏ですからね。では指を横に開いて縦に振ります。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、お隣の指でございます。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、お隣の指。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。声出してどうぞ。ポン、あ、お隣。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、ではぐさっと手と足さん握手。足の甲を持って足先、つま先ねじり。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、足の甲、あ、すいません、下が、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。おー、ありがとうございます、千代子さん。愛してる、大好き、ありがとう。はい、じゃあ足の、足首を持って足を振ります。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、上下。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、お膝を立てて肘を大きく回します。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔で。反対回し、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔で。ナイス。はい、では手を離します。足の甲、足首持って足を振ります。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、上下。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、では両手両足振り、チャレンジコーナー、背筋を伸ばします。ボディをちょっと後ろ、両足アップ、背筋を伸ばして両手もアップして振りますよ。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ワンモアイット。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。両手両足チョキのポーズでキープ、チョキーン。あー、背筋を伸ばして、
頭を後ろに畳んでください。右のももが痛いですね今日は。はい、では左足さん、ふくらみどうぞ。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。結界さん、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、ももの内側さん、せーの、愛してる、大好き、いたたた、ありがとう。愛してる、大好き、え、何したかな。はい、もう愛してる、大好き、ありがとう。多分ね、自転車さんをすごい猛スピードで漕いだんだと思います。ありがとう、昨日。はい、では両方のお膝さんを立てます。ひっくり返します。それはちょっとあるかも。はい、では左足のふくらはぎ外側さん、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、腰骨さんじゃないです。なんだっけ。はい、左足さんを立てます。ふくらはぎ下側さん、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。ありがとう、ストレッチ嬉しいな。はい、膝のちょっと上です。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、お膝の上です。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、声出してね。はい、お膝の周り、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、ももの後ろぐさっとさしてグイグイ。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。ももの外側、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。ももの外側さん、内側だった今。外側さん、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、もも膝裏さん、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。これもう梅雨は明けたんでしょうか。ありがとう。まあ、夏になってますけど。はい、膝下ブラブラ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、手の位置ちょっと下にずらして、せーの、声出して、愛してる、大好き、ありがとう。肩下げてどうぞ。ももはちょっと下にずらして、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、では足を前に伸ばします。ももの上さんです。はい、肘を使います。肘でもいいし、手でもいいです。せーの、愛してる、大好き。うわ、ももさん痛い。愛してる、大好き。あれ、はい、ももは愛してるで、ね、皆さんもね、昨日と違う部位があると思います。愛してる、大なんで、ありがとう。はい、つま先を膝内側、ももの外側、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、ナイス。横側よりも前の方が痛いですね。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。ちょっと、はい、ではつま先を膝内側にして、くるぶしさんをのせます。くるぶしさんでしごきますよ。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ワンモアエイト。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、ではこの足を下ろして、反対側の足を畳みます。いいんだよね、合ってるね。はい、合ってます。はい、では左の腰骨さんの上、体重かけてグイグイ。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ワンモアエイト。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でナイス。はい、では背筋を伸ばして、右足のお膝の外に右手さんを置いて、左手さんは左お尻ぺた、骨盤を転がします。後ろから、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ワンモアエイト。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でナイス。はい、では右手さんを右の腰の横、左手さん骨盤、背筋を伸ばして腰をねじります。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ワンモアエイト。愛してる、大好き、ありがとう。
愛してる大好きナイス。はい、では最後、両足骨盤転がしです。マットさんをお畳になる方は畳んで、座骨さんを守ります。はい、では足は肩幅、背筋を伸ばしたら手はももの裏をがっつり掴んで、で背筋を伸ばしたところから丸めておへそを覗くのと、背筋を伸ばして前に行くのと、この両方です。後ろからせーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔でわもいと、愛してる大好きありがとう、盛大に愛してる大好きナイス。はい、で背筋を伸ばしたらその位置で骨盤を動かします。クイック、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きワンモアエイト、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス、いいです。さあ、それでは今日も最後バッチリ終わりました。いいです、ポーズいきましょう。背筋を伸ばします。ボディを後ろに倒します。両足アップ、どっちかアップ、両方の手頭の上で丸、画面の方向いて、せーの、皆さんご一緒に、いいです。音楽に合いましたよ。はい、ありがとうございます。素晴らしい、背筋を伸ばしてください。いいです。はい、ありがとうございます。いや、本当ちょっといいですよ、いいです、ちょっといいですって、すっごくいいです。さあ、チェックタイム、チェックタイム。はい、左足さん、あ、伸びましたね、ありがとうございます。右足さん、おー、いいです、だいぶ落ちてきました。お膝の裏も落ちてきましたね。ももも柔らかくなった感じがします。はい、皆さんの変化いかがでしたでしょうか。何かありましたらコメントください。いやー、ありがとう、ストレッチすごいいいね、すごくいいね自分で言ってます。何がいいか、やっぱりありがとうストレッチさんをできる人できない日がやっぱあるじゃないですか。少し長くできました素晴らしい、ちょっとの積み重ね、ね、この美さに気づく。いや、本当ね、いいね。ああ、ひとみさん、ありがとうございます。ありがとうございます。いいね、ありがとうございます。ありがとうストレッチさん、私ね、本当毎日やりたいんですよ。なぜなら、毎日できない日、ね、どうしてもできなかったりするんだけど、やっぱやった日の方がね、とっても気持ちがいいんだよ。なんだろう、すごく、やっぱりこのね、言葉が強力だっていう気がする。やはりこの言葉はね、20分間言い続けるわけじゃないですか。その言葉がなんかね、ボディさんに入ってくるんだよね。ボディさんにもマインドにもこう入ってくる感じで、すごくスッキリするんだよね。だから本当に毎日やりたいの。だからできない日がね、なんかスッキリしないし、しないんだよね。あ、それと声を出すっていうことは重要だね。声を出すって体が振動するっていうのがあるんだなっていう、言霊さんを使っております。言霊伝道師でもございます、私。あ、本当にいいなと思いました、今日さらにはい、ということでありがとうございます。さあ、シスターのですね、タクパンさんもやってます。これ自宅でパントマイムが無料で受けられます。ひとみさん、よかったらね、ぜひこちら無料でズームレッスンでやってあります。はい、はい、そしてですね、マイムアルバムっていうイベント、こちらは7月23、もう来週末ですよ。怖いですね。あ、両足伸びました、あっちの子さん、よかったです。怖いというか、本当に怖くないです、大丈夫です。はい、ぜひこちらもご覧ください。シスターも出演させていただいております。そして親子で楽しめる公演が7月23日、土日やってます。ドキワクマイム、こちらも楽しみでございますよ。私も楽しみです。ちょっとイベント続きでございますが、こちらがライパ43、こちらはね、もう多彩なメンバーが出演しております。昨日無事にリハーサルも終わりました盛り上がって、ライパ43、こちら7月10日日曜日です。はい、ということで、まあ暑い夏がね、もうすでにやってきてますけれども、本当に暑、これからますます盛り上がった夏になってくると思います。声出すのね、やっぱ本当にいいですね。なんつってパントマイムの人が言ってますけどここが笑いのところだよね。言葉を推奨しているパントマイミスト、これで打っていこうと思いますはい、ということでありがとうございます。
とうございました。今日も本当にありがとうございました。次回は火曜日にやって、ちょっと多忙になっちゃって1週間ぐらいお休みするんですけど、火曜日バッチリやりましょう。はい、ということで今日も本当に素晴らしいワンダフォーサンデーをお過ごしください。はい、ご参加ありがとうございました。 See you next Tuesday. チャオ、バイバイ、チャオチャオ。